ここが2日間の我が家です。はい。AB ホテル。我が家です。入れようとしましたね。飾り、ね、だけですね。ここに入れるんですね。はい。あ、ちっちゃ。はい。ちっちゃい。狭。猫の死体です。眺めない。ないか。いや、いいと思います。十分です。寝れます。これよりちゃん。うん。はい、ありがとうございます。一口ずつの密度がむっちゃ濃いうなぎでした。タレの密度も大正時代から秘伝のタレらしくて、確かに独特の、うん、もうなんか炭火の香りがすごく移った。だからね、言うたらね、ギュッとした甘露煮を食べてるぐらいのイメージやったよね。そうやな。そうやろ。柔らかさはなかったね。そうやね、うん、身の厚さもないんやけど、うん、とにかくうなぎの密度を凝縮したって感じで、量がそんな食べられへんかったわ。ほんまや。まあでもうなぎを食べたって感じ、うん、うまいことレポするやろ、うんうん、その分肝水はしつこくなくって、さらっと、うん、あの肝の香りを楽しめるようになってましたわ。言うやん。バランスを考えてやんね、うん、っていう感じでした。ごちそうさまでした。おはようございます。井上渡です。今ですね、僕は世界5大陸を足で走るという10万キロ地球2周ですね、走るチャレンジをしています。で、北アメリカ大陸だけ終えて、で、まあ、皆さんに会うために今日こちらに来ました。はい、ぜひ頑張ってください。で、道中ですね、時々あの言うは何しに厚木半島へのインタビューしますので、インスタライブでやっておりますので、あまり使い頑張りましょう。さあ、どんな一日になるでしょうか。はい、ズーム。知らない景色は楽しいね。行ってきまーす。はい、信号は守ります。交通ルール順守ですね。
あったまってきました。はい、暑いね。はい、おはようございます。になって右折したところで、あの車道からこういう砂利道に変わりました。傾斜も地味にちょっときつめです。はい、だんだんあの周りにいる人の空気が変わってきます。はい、6.7 キロ、これは傾斜きつすぎ。これはきつすぎ。誰？お母さん。ちょっとね、まだ10キロも行ってないので、歩きが潰れる。現在 7.2 キロ。傾斜がきつい。10キロ行ってないのに、こんなに心拍上げちゃっていいのか。8キロでようやく下りた。というか取れる。崖です。道幅狭いです。はい、ありがとうございます。はい、いってらっしゃい。はい、ナイスラン。はい、ナイスラン。いってらっしゃい。もうすぐエイドです。おはようございます。はい、いジャーマン、ジャーマン、水壺川のお茶を、水壺川のお茶を。あ、うまっ、うまっ、うまい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すみません、ごめんなさい。はい、はい、ありがとうございます。いいですか。はい、はい、頑張ってください。はい、ちょっとコースって書いてある。ああ、なるほど。ごめん、山が全部で3つあるっていうの分かってたんですけど、なんせ傾斜がマジすごいね。はい、こういう感じ。厳しい。どんどん。え？あ、見える。
ゼリン。いやーね、ジェットコースター並みでしたね。よう降りてきたな、あの滑り台。うん、滑ってここでもね、尻もきさえついてるとそんな気がしないからね。あもう滑り降りだろう思って。割り切りテスト降りたよ。おお。どうだ。すごいわ。羊羹を食べます。おつだけ出てます。言ってましたね、今庭から2個目ですよ。もう二つ山越えたもん、ね、いや実は私もそう思ってました。今から2個目に向かうそうです。なかなかの傾斜だったよね。権現の森やて顔なしや。かわいい。はい、始めまーす。めっちゃ美味しい、めっちゃ美味しい、このスポーツ旅館の顔。美味しいな。めっちゃ濃いチョコ食べてるみたい。うんま。食欲があるうちは大丈夫。はい。おちみゴミ袋持参で帰る美しさ。ごめん。7時8分あのほら火事の山。ザオゴンゲン。おお。前半最後のピーク。はい。はい。後半にもう一個ある。うわーすごい。じゅんちゃん、7時20分はい。はい、来てます。
はい。ありがとう。いただきます。はい。お疲れ様でした。はい、いってらっしゃい。行きます。いるんかな、こっちで誰もいてないけど、大会の案内も何もないねんけどな。あれか、純吉はいません。撮らせてもらいます。姉さん、どちらから来られたんですか？東京から来ました。あ、そうなんですね。はい、あの前、高野友人で、はい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 、純子さんと一緒に中走ってらっしゃることで、はい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 、出てはったんですか？いや、出てましたよ。そうなんですね。なんか第2回。はいはいはい。いや、なんか純子さんの、はい、なんか大阪なんか、はい、ウルトラマニックで、はいはいはい、なんか淀川ずっと走ってきて、はい、はい、淀川もう当分コーンはいや、あれちょっとひでえなことですよ。もうね、はい、ありがとうございます。いや、あれ多分あのいろんな視聴者お受けしましたよ。いや、15分もうだってね。はい、9時7分でーす。はい、おはようございます。ごめんね。こっちですか？はい、こっちです。ありがとうございます。ありがとうございます。9時32分です。10時11分です。ありがとうございます。はい、行きます。まだ。
余裕じゃん。いや全然汗かいてます。はい。レインボーの番組やさぐつけたさんです。怖い。3、4キロで中施設時間限定の初めてのあのコース上に。コーラもらいます。はい、どうぞ。すみません、こちら饅頭もあります。あのピレーネとかご存知ないですか？ご存知ないですか？ぜひ帰りよかったよ。ありがとうございます。はい、どうぞ。すごい美味しいね、うん、ありがとうございました。はい、頑張ってください。はい、頑張ってください。あれ、あれ飲むのかな。最高峰ですよ。ああ。あーしんどい中のコースこれ終わればもうエイドですよね。そうですよね。去年自分これの70キロ出て、ああ、そうなんですか。完走できたので、はいはい、次100と思ったけど、釣り山です。かなりバテバテです。純吉はいません。はあ、やめたいわ。11時31分テッドに出てきました。はあ、しんどう。ほんまやめたいわ。はあはあはあ、そして暑くなりそうです。はい、なかなか月の枝につきません。関門12時10分ですが、今11時56分です。あと14分です。そして誰もいません。はあ、どこ行ったんやろみんな。純吉もいません。もう終わりか思ったら、まだこんな登りあるやん。これもあかんねえ。あと9分しかないやん。まだ登りがあります。絶望的。はい、12時12分関門の時間を2分過ぎてしまいました。まだ関門には到着してません。ああ、ダメでした。すいません。ああ、残念。はい、12時21分です。いただきます。久しぶりですね、純吉さん。
なんちゅうことしてくれるんですか。穴があったら入りたいの、うん、まあ、いや一生懸命ね、あの挽回しようと思って走ったんですけどね、うん、ちょっと会えなく7分オーバーでした。ご存知ですかね、豊橋カレーうどんの食べ方、まずは上のカレーうどんを普通に味わう、うんうんうん、はい、2つ目ですね。はい、注文の品以上で大丈夫です、はい、大丈夫です、はい。このカレーうどんの下には何が入ってるんですか。とろろご飯、ご飯ととろろ、あ、出てきた。美味しそう。エビ天で、ここにこれなんだ。なるほどね、別添えでサクサク。ネギ、おー、そうだね。ちょっとネギ乾いてるの、細かいことは抜きですね。もうね、取るとかやってられへんから、このまま行こう。入ってるわ、とろろご飯。ここ、ほら、出てきた、出てきた。知らんと食べたら、それビビるやろな。もう言うこと聞かんと先食べるわ。いただきます。うん、これサンド美味しいね。サンド、カレーうどん、ご飯、とろろかご飯一緒に食べる感じ、うん、美味しい。豊橋カレーうどん、うん、はい、はい、豊橋うどんだいぶ食べ進んでおりました。あの顔あぶってちょっと酔ってるのはまあご容赦くださいね、うん、ね、これは大体普通のうどんとかライスってこれ入れていいんかお気立ちやからってちょっと悩むじゃないですか、特に女子はね。これは食べ進めるとこのままで蓋がしたってご飯にそんなに旬でないのがポイントなんですよ、うん、びちゃびちゃになりすぎてないわけですよ。ほぐしてとろろが伏せてくれてるわけな。そうやね、とろろご飯を食べつつちょっと胸つつこうして何層の味も楽しめるわけですよ。これ画期的ですよ、言うたら。素材もね、それぞれ素材の味が残る素材をしてある。うずらであれば中に味が染みすぎないようにほくっとするまで卵の黄身の味が楽しめて、プチトマトもこうするとトマト果汁がプチッと出てきて、うん、何重層にもなるんですよ。これ宇宙ですよ。これお前寝てるから撮影者撮影者寝てるんでこんぐらいしたいと思いますね。はい、ではねThank you.
。